須藤直樹は、地方競馬の福山競馬場所属の元騎手である。地方競馬教養センター騎手家庭第75期生2002年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月13日第1回福山競馬1日目、第11競争花霞特別山の大王で、初騎乗。同年4月28日第1回福山競馬5日目。 第一競争アラブ系、C2 条件戦を山のワールドで優勝し、初勝利。2004年3月22日第18回全日本、新人王相派戦出場。2005年6月12日第4回福山競馬3日目、第10競争第32回福山ダービーを、中央バロンで優勝し、重賞初制覇。同馬の主戦機種であった嬉しい勝則がピアドロイに、 起乗したため代打起乗での勝利であった。同年地方競馬通算100勝達成。2007年3月17日福山競馬場で実施されたセカンドジェネレーション騎手招待競争で総合優勝。2008年3月2日、第19回福山競馬2日目第7競争3歳2組条件戦をウィナーズディアで優勝し、地方競馬通算200勝達成。 2013年3月、福山競馬場の廃止に伴い引退。地方通算成績は4682戦410勝2着409回3着418回、勝率8.8%、連帯率17.5%だった。引退後は、大井競馬場の佐野健次9社で、休務員に転身し、2019年4月からは、 佐野賢治9社の調教師補佐になる。ありがとうございます。